エアープランツ。エアープランツとは、花穴なス族のうち、空中の水分に依存し、そのため土や根を必要とせず葉から、雨や空気中の水分を吸収する着生植物を言う。園芸の分野で一つのジャンルを構成している。本族の多くの種は、樹木の枝や岩石の上に着生し、生育するための土を必要としない。根は、 水や養分を吸収することもできるが、もっぱら自らを固定するための機能を果たす。そのために根を切り離し、着生させずに栽培することも可能である。また一部には根を発達させず、ねじれた葉で木の枝に絡まる形で着生するものや、根を下ろさずに地表に転がって生育する種もあ。いずれにせよこれらの種は普通の植物のように、培養土に根を下ろさせないで、 例えば植物そのものを吊り下げたり土台の上に転がした形で栽培できる。これがいわゆるエアープランツである。ただし、花アナナスのように他の分類群に属する一般的な地上性植物に近い性質を有し、艶のある長い葉を持ち、培養土を用いて栽培されるのが普通の種もある。またエアープランツとされる種でも水苔などの培養土で鉢植えして栽培した方が 育ちの良いもの、あるいはコルク板などに着生させた方が発育の鋳物もある。石井、井上編集代表には、熱帯域の1000から2000メートルの高地の団体林から温帯林に対応する地域に生息し、樹状などに着生し、日中は日差しにさらされ、夜間に霧を受けて、そこから水分と養分を得て、根は付着する役割だけに特化したものを、寄生植物とする。 胸の記述があり、本族には、これが非常に多いと記している。寄生植物はあまり使われていない言葉ではあるが、例えばシ島には、着生植物のうちには、高度に着生に適応した結果、根からの水吸収に頼らず、葉の表面の繊維などで、水や栄養を集めるようなものとしてこの語を用い、猿尾セもどきを、その代表としている。ホッタでは、 花穴スア赤の特徴の説明でその多くの種がごく少量の水か必要とせずこれをエアプラント寄生植物という旨の説明がありやはり着生植物としての適応の最も進んだものとしているこのように用語としては着生植物の中でも特にその方向の適応が進んで根からの水分吸収に頼らなくなった方の植物に 対する名前として使用されたものであり、しかし事実として、それに当たるのはほぼ、花々な種属のものに使われ、現在では、それが転じてこの属の植物そのものを指すような、使用例も出ている。演芸的に、植生に合わせて発達した葉の外見により、むね銀葉種と緑葉種と呼ばれる二群に大別されている。銀葉種は、葉の表面はこう吹いたような海力色をしている。 これは、その表面にリンペン、リンペン、トリコームともと呼ばれる中空の特殊な毛に、覆われているためで、この毛の下に、雨や霧の水分を保持し、葉の表面の吸水細胞で水を吸収する。銀葉種に該当する種は、一般に乾燥した気候に適応しており、CAM 型光合成の能力や、厚い葉などの性質を持つ。緑葉種は、 輪片が発達せずに表面が緑色である。またボトムタイプとエアタイプという区別もあり、前者は他のアナナス類のように株の中央に水を溜める。葉は一般に薄く、多くの種では反転や体状の模様を有する。また、葉の根元側を中心に、葉の表面にワックスが見られる種もある。これら両者の中間的な性質を持つ、葉の一部にのみ、部分的に輪片を持つ種もある。 本属の多くの種は茎がごく短縮されているため、外見からは根と葉しか存在しないように見え、葉は短縮された茎の先端の成長点から玉ねぎのようになに、層にも重なって生える構造を持つ。一部の茎の長い種は長く伸びた茎に葉を並べてつけ、長系種と呼ばれる。 外見的に全く異なるのは猿合ガセもどきで、一見すると樹木の枝から糸くずが垂れ下がったように見えるが、これは細い紐のような茎と細い葉を持つものが、その細長い茎と葉によって樹木の枝や電線などに引っかかることによって、樹上生活に適応したものである。強風などによって茎の一部がちぎれて飛ばされると、飛ばされた先で新たに樹木の枝などに引っかかって、 成長を始めることにより分布を拡大する。以下の点が魅力として挙げられる。このようなことから、エアープランツは皿などの上に転がした状態で、あるいはカゴに入れた形でぶら下げて、または壁に飾ってといった形での栽培が可能で、インテゲアとして、あるいはその一部に取り込んだ形での栽培が行われ、あるいは推奨されている。しかした方でそれらのほとんどは元来は、 着生植物であり、それも多くは根を使って器物に付着しているものである。販売時にはその根を切り捨てた形で売られていることも多い。実際にそのままでも栽培は可能であるものが多いが、もちろん根を伸ばさせ、器物に付着させ、あるいは鉢に培養土を入れて育てることは可能であり、むしろそれによって成長が良くなるものも数多い。藤川 B は栽培家の立場から、 水をあげないで転がしておくだけは論外で、その性質に合わせた栽培が必要とし、基本的には根を張らせて栽培すべきとの論をもとに記述されている。エアープランツの範囲は曖昧で、大きく取れば花穴な種族属べてを含める。その場合、演芸的にはまず以下の二つに分ける。競技にはこのエアータイプがエアープランツである。これはさらにその性質により様々に分けられる。 例えば次のような区別がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。